丸菱さん、今海外にも事業展開されているということなんですけど、うん、そのあたりを聞かせていただいてよろしいですか。海外はね、そういう点では日本と、まあ、同じ事業モデルですけども、海外の場合はね、原料メーカーさんほとんど海外にはついてきてくれないんですよ、はい、もう出店したと同時に調達から始めないといけない、現地で、うん、現地メーカーとのパイプと原料メーカーさんにこういうスペックで作ってくださいっていう、そういうものもお願いしながら、商品開発と顧客探しと両方同時に進めなきゃいかんという状況ですね。両面外交しなきゃいけないと、もうその買い先売り先、はいはい、これを全く、まあ、ゼロに近い状態から作っている。だもう最初にね、ソウル韓国に出る時も、はい、これはもう皆さん各社から本当に丸菱さん韓国で問屋卸しをやるんですか、はい、問屋さんってないですよっていう、でもまあ現実に韓国のお客さんたちがね、お菓子屋さんパン屋さんがいっぱい日本に来て、トランクいっぱいね、その買い込んで買い出しに来て持ってかないかような状態、日本の食材を、欲しいけども買うところがないと、私も海外あちらこちら渡り歩く中で、やっぱこうスイーツとかですね、そういうパンとかっていうのはもう全く日本人と味覚が違うような、甘さの種類も違えば、まあ度数も全然違うみたいな印象を持つんですが、ある種日本のこの製菓製パンの業界というのはかなり繊細だったり、そう進んでいるような印象がありますけど、どうなんでしょうか。日本人の手にかかるとね、ちょっとやっぱり本来の国の料理とちょっと異質なものにね、クオリティ的にも変わっていくんですよね、はい、そういう点ではイタリアンにしてもやっぱフレンチにしても、ジャパニーズという冠がつくように、日本人のシェフに手にかかると変わっていく、はい、なるほど。でやっぱりお菓子もそうですね、お菓子も、もう今フランス菓子もパリに修行に行く必要ないんですよね、日本の東京にいる人たちがやっぱりどんどん若手を育てていってるし、商品もどんどんやっぱり新しいものを作っていってますよね。そういう意味ではその現地の調達をする先にお願いすると先ほどおっしゃいましたけど、やっぱりその原材料のですね、その加工の仕方とか、その調達するときにお願いの仕方とかっていうのがやっぱ日本流があるんでしょうか。もう日本流だらけですね。あ、そうですか、日本人ほどね、その原料の質クオリティにこだわるところないんですよ。ないですね。例えばその粉一つとっても、粉のメッシュが違うんですね、産地の指定もこことこことこういう比率でとかね、それをどういうミルで引いてくれとかっていうところもあるんですよ。そこまでね、スペックが必要なのかって言われるぐらいに、日本人はいろんな点でオーバースペックになりがちなところはですね、なるほど、でもそんだけね違うものができてくるんですよ。日本のと同じ食感とね、同じそのパンを焼こうと思ったら、日本のやっぱり粉が小麦粉ないとできない、あるいは日本のやっぱりそういう油脂がないとできないし、最終的に質の高い焼き菓子を焼いていこうと思うと、日本のオーブンがないといけない、なるほど、設備に至るわけですね。そうです。ですからやっぱり海外で我々事業を広げる時も、このやっぱり設備と原材料とこれ一体で始めてる、なるほど。ということは、その丸菱さんが進出した国々、今韓国、中国、マレーシアはある種この文化の輸出みたいな、極端な話するとですよ、食文化の輸出のようなことになるんでしょうか。そうですよね。おそらくだからその前段階をやってるようなもんですよね。だからそこでいろんな、調達や原料の整備をして、いかないとやっぱりシェフやそういう人たちが日本から来て、クオリティの高いものを作れない。向こうの中国人のシェフもどんどん技術レベルが上がってきて、高いレベルの食材をまとめてこられる。なるほど。数年前に和食が、指定されましたけれども、日本の製菓製パンもそのうち何かそういう栄誉の指定されたりすることはあるんじゃないでしょうか。可能性は十分あると思いますよ、日本の洋菓子は世界に冠たるものがありますね、この、まあ、20〜30年もかかってないでしょうね、その間に本当にいろんな意味で食の日本のレベルっていうのは、ちょっと違う領域にまで行ってる可能性がね。そういうのを下支えする、非常に夢のある仕事ですね。そうですね。